おはようございます。西田航です。えー、7月25日火曜日いかがお過ごしでしょうか全然試食しておりますっていうところで、本日もまた、えー、写真展ゲイズ、ライカプロフェッショナルスター、like、東京にて開催中でございます。並びに写真集ゲイズもよろしくお願いしますっていうところで、本、えー、ちゃんですけれども、これ知ってます皆さん。知ってますよね僕のチャンネルご覧の皆様だったら。えー、RF2870F2 っていうレンズで、キャノンが RF システム、R レンズ、 R カメラ、RF レンズを開発発表、予想ある発売と同時に一番最初に出してきたレンズっていうところで、まずかましてきたレンズですよね、キャノンがね、28-F2 っていう。まあ、これは僕の中でも、えー、全メーカーを通じて一番度肝を抜かされてるレンズっていう感じでございますが、今日の噂は CR2 なので、話半分で聞いてほしいんですけれども、 えー、2870F2 を保管する2本目の RF マウント F2 ズームを計画している説ありっていうところでえっ、ー、とどっちかってことになるわけですよ要は RF の1535 15といいますかまぁ、あ、1635F2 とかねこっちかもしくはえっ、ー、と70う 150F2 とかね 7200F2 になっちゃうと多分 すすごい筐体になっちゃうからこれもキロあるんですよまあ、なかなかにしてっていうところだけど、いつも言うように、単焦点レンズが、F2 の単焦点レンズが5、6本入ってるって考えると、いや、これは1本やっぱり持っとくべきレンズなんですよね。もしくはもうこれ持っとけば、究極 RF の 50mmF1.2 も、僕の中では現状、今も、持ってますよ。持ってますけど、なくてもいいのかなみたいな。50mmF1.2 すらもこの中に内包されてしまうというか、F8 まで絞り込む。 F5.6 枚絞り込んだときに、同条件でこの2 8 7 f 2と RF50 の F1.2 で取ったせーので、こうやって、はい、どっちでしょうかってっ絶対分かんないってことですよね。ぐらい、ただまあ、RF50 の1.2は 900g か。その重さで50の1.2枚取れるっていうメリットは十分にあるんですが、にしても結局 1kg だからでかいじゃないですか。RF50 の F1.4 が出てくれば、 こことの住み分けとして僕だったら1本所有したいなと思うんですが RF50 の1にもね僕の中では所有の中で今結構ギリギリです正直要はキャノンがもう早くはあの高画素機6000万画素を超える高画素機出してくれないとやっぱレンズ試せないっすよね正直ねもう多分皆さんも徐々わかってると思いますがまあ僕とかだと今こっちに行っちゃってるじゃないですかえっとライカ ライカーだと6000万画素がもう今デフォルトなんですよ。もう全部僕の周りのライカーは6000万画素。ここ Q3 があります。これ Q36000 万画素でしょ。で、こっちの、えー、M11。こっちカラーのやつ6000万画素で。こっちが M11 モノクロム6000万画素で。もう6000万画素、まあエコシステムの中で全部運用してるんですが。よく データとかも重くなっちゃって、パソコンの買い替えとかって言いますけども、今そんな時代じゃないですからね。もう1億画素だろうが全然動きますよ。多分それ言ってる人は、何、うん、んだろう、10年前のパソコンとか、5年前のパソコンとか使っててそれ言ってると思うんですよね。あの、SSD とかをちゃんと組み合わせたり、えー、基本的にはサンダーボルト3、4とかで、えー、まあ、まあ、サンダーボルトじゃなくてもいいんですけども、まあ、Gen2 の3.2を、 えー、ちゃんとね、SSD で運用してれば、まあ秒1050メガバイトぐらい出てたら、もう1億画素だろか、なんだろう読み込み早いですよ、今。なので、でもそういったまあその画素数が大きくなれば、SSD、あのハードディスクも容量食うとかっていうんですけど、あのムービーとかやってたら、もう1日100ギガとか余裕ですからっていう、なんで、もうちょっとそういう事件での話は、まあよくね、5年前とか。 まあ今でも言ってる方いらっしゃると思いますけれども、まあ、それ言ってる人って、なんか多分写真やってない人だろうなっていう感じが僕の中ではしてて、えー、と要はその辺のリプレイスっていうかアップデートができてないっていう時点で、ちょっとなかなかこれからの今後の、あのー、カメラの進化っていうところにはなかなかついていきづらい、もちろんそれが全てではないんですよ。あのー、作品を作るっていう上においては全てではないんですが、 最高峰のものを享受しようとか、最高峰のものを体感したい、そしてその上で自分の作品作り、も,も,も,もちろん昔のカメラを使いながら今のカメラを使っていくっていう、いろんな振り幅を持ったほうが、写真表現も広がりますよね。なので、そういった意味ではやっぱり高画素機で、いいレンズをつけて、この今の来カのこの9の考え方なんですけれども、6000万画素に1億画素まで対応できるレンズをひっつけておいて、そこからいい部分を引っこ抜いていくという。28ミ、mm、リ、35、mm、50、mm、 これは今6000マガサンで9 0ミリまでクロップできるというふうにこの、えー、ライカでは考えているとそういったところを考えるとキャノンもせっかくこのレンズ超三元出してくるんであるからあの超三元を持ってるわけだからとか RF の、ね、どでかい丹玉たちやっぱり A、ね、f の速度とかもねますがこれぶっちゃけ A 風そんな速くないですし要は写りを重視したレンズを出してきてるわけですよねじゃあそれを ダンと受け止めるボディっていうのの開発もやっぱり急がねばっていう。おそらくはそれを急いでるんだと思います。いよいよ、本当はコロナで出したかった、まあ6000万画素とかの、多分 5DS の派生の高画素モデルっていうのがあったはずなんですけど、多分立ち気になったと思うんですよね。で、今、キャノンの流れとしては2400万画素を増面移送 F っていう全画素読み出しっていう方向で、AF を突っ走ろうみたいな感じが、まあ見て取られるっていうと。あとは 6K オーバーサンプル 4K ぐらいの、まあムービー、 で、安定運用させるっていうね。で、えー、クロップをなるべくしないで 4K が取れるっていう。その辺が、まあ、落としどころになってるって感じはするんですが、もう正直、そういうレベルだとつまんないですよね。あの、もう分かった分かったっていう。もうそういうのってソニーでも全然できるし、なんか、うんなんかどんぐりのいくらいみたいなことをしててもしょうがないので、えっ、ー、と、やっぱちょっとピーキーな、もうピーキーなレンズ出したからには覚悟を持って、そのピーキーなボディも出してくれよっていうのが、まあ僕のもう正直、 正直今、キャノンにちょっと飽きているっていうか、いわばライカに行かざるを得ないっていうのは、要はピーキーなボディで写真を撮りたいんですよね。で、そのピーキーの中でもかなりレベルの高いところで撮りたいってなると、今、キャノンには僕のこの感覚に,をについてきてくれる、求めているものに対応してくれるボディがないっていうのが現状っていう。こういうレンズがもう使いたいんですよ。重いうこを飛び越えて。 その超すげえボディがあればこれが生きるってなれば重いとかを飛び越えてこれで撮るからっていうだけどなんか R5 にまあ要はもう R5 って3年ぐらい前に出てるカメラなんですけど R5 にこれつけて撮るぐらいだったらもう全然 Q の方がよく映るよっていう感じになってるんですよねあとは M11 の方が全然よく映るよっていう軽いのにっていうなのでえっ、ー、とーねあのどっちが出るかわかんないです rf の 1635の F2 が出るのか、それでも結構どでかい球になるはずなんですね。ここも多分 95mm とかにして、周辺の像の流れもなくしながら、周辺高量値も防ぎながら、なるべく歪曲も抑えながらっていう、超難しい広角になると思いますし、ズームはズームで面白いですよね。85mm、ただ 135mm の F1.8 でもね、えー、 キャノンも出してますから、その辺を食い合うようなレンズにもなるわけですよね。えー、例えば70、150mm、F2 とか出れば。ただ、ポートレイトを撮る人間からすれば、絶対そのレンズで一1本あると最高ですよね。70mm、85mm、90mm、100mm、135mm、えー、135 mm、150mm で F2 って、もう最高じゃないですか、正直。で、どうでかいやつっていう。まあ2キロ2キロいくでしょうね。間違いなくね。2キロである程度、白、白短玉になるかな。 ね、もう、極太になるんですかね。極太短め。インナーズーム。あ、まあ繰り出し式かなさすがに。ちょっとだけ、ちょっとだけこういう、ちょっと繰り出しになりそうですよね。でも、そこまでの繰り出し量ではないです。じゃないと、フロントヘビーすぎてっていう。でも、いずれにせよ、ちょっと久しぶりキャノンの記事で、ワクワクしたかなと。ただ、来年出るであろうというところで、一応予測はついてると。で、おそらく来年には、今言っている通り、えっ、ー、と、その、 せめて、この、こういうモンスターレンズを受け止めるだけのキャノンとしてもボディを出してこないと。まあ、正直、宝の持ち腐れなんですよね。僕も第三元とか手放しちゃいましたけど、キャノンの、ね、RF レンズをもう何本売ったかな。結構売ってるんですよね。5、6本もう、えっ、ー、と、売却しておりまして、まあ、それぐらいちょっと今、宝の持ち腐れ感かなと。で、今、残っているキャノンのレンズはもう絶対に、まだ5年後も使えるっていうレンズをあえて取ってますので、近々、今、完全にキャ、えっ、ー、と、ライカも、 今本当に買いたかったものたち、カメラ、レンズが全部揃ったので、近々メインチャンネルで、えー、と今の僕の防湿庫の中身、2023年夏バージョンを改めて撮影し直そうかなというふうに今考えております。すべて今整いましたね。いらないものは本当にもう使わねえってことで、えー、完全にリリースしましたし、例えばコンデジだと、コンデジですと今までね、相当皆様に推していた RX100M7 とかも、 えっと、売却しましたしね。それはなぜかというと、もうこういう、ちょっと大きいけれども、明らかに1インチなんかでも絶対に映るカメラっていうところで、M 型と Q でいくっていう。で、Q も Q3 も手に入ったので、まあさすがにもう1インチには当面戻らないなと。で、1インチのやっぱり利便性、コンパクトさっていうとろが必要であれば、また買い戻せばいいかなっていうね。まあ、言って、言っても15万ぐらいですよね。15万、20万しないぐらいで、多分 RX100、M7 も買い直せると思いますし、 今後、キャノンもまた、えっと、V シリーズが、おそらくは、G、GX、G5X、G5XM2 とか、あれがディスコになりましたから、G7XM3 ですよね。あの辺のものが全部 V シリーズに、えっと、V10 とかになってますよね。今、えー、v ローカムで。あの、V シリーズとして生まれ変わってくるはずなので、ムービーと写真をハイブリッドに撮れる v ローキ機みたいな。だけど、し写真キャノンの子だから、コンデジで多分写真もきっちりと撮れるっていう、 コンデジ Vlog カメラが出てくると思うんですよねそこを逆に導入してもいいのかなっていうところで今僕はコンデジはちょっとお休み GR もちょっと僕の中では今中途半端でまあだったら Q でいいかなとかも GR みたいな撮り方だったら置きピンのパンフォーカスでそれこそこういう こういうスチールリムみたいなので、もうパンパン取っていくだけとか、ズマロンもありますから、なんでズマロンとかで、まあ、ML、m l モノクロムとかでもうめっちゃコンパクトで 700g ジャストぐらい、600g 台みたいな、うんそうだね、700g ジャストぐらいでパンパン取っていけば、まあ、全然問題ないかなっていうところで、GR も、まあ、売りはしないですけど、まあ、ほぼ使うことはないかなっていう感じにはなったりしてますね。いずれにせよ、皆さんどっちがいいですかね、コメント欄で、えっと、F2、 日本目の RFF2 ズームだとすれば、広角側がいいか、もしくは望遠側がいいかっていう。多分ですが、僕は望遠側の方がやっぱ嬉しいですよね。使用用途的にはやっぱり、まあ、F2 のズームレンズだったら Vlog で自撮りっていうところもありえないと思いますし、重すぎてね。だとすると、やっぱりポートレイトで、えー、キャノンレンズ、キャノンカメラを使う方って相当数いらっしゃると思うので、スチルにおいてはね。 なので、この辺はやっぱり70、150あたりとか70、160とかわかんないですけど、200まで行くと多分ちょっとありえないデカさになると思うので、70、150あたりのレンズ F2 で出てきたら面白いですよねっていうお話でございました。ということで、今日もお疲れ様お過ごしください。西田太でした。どうもー。